いつもご視聴ありがとうございます。廃墟巡りのハイドリアンです。チャンネル登録をお願いします。ご協力をよろしくお願いします。廃墟巡りのハイドリアンです。姫川病院2階3階4階などを見ていきます。1階と比べては、こう見る部屋などの数がもう減って、楽です。まあ、美容室は全部似てるもんだからパパッと見せしますね。これお手洗いですね。ここも結構破壊されてますね。こんな感じですね。綺麗に並んでます。車が置いてあります。外ね。アウチ。オーマイガード。こういう音が嫌ですね。理念室。カメラを調整しますので気にしないでください。すみません、直しました。ここはもうちょっとプライベートな部屋ですけど、これでも2人分そこまでプライベートではないですね。207ですね。どんどん行きましょう。こういうの好きですね。看護室、看護室、看護師の部屋です。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。こんな感じです。物が本当に、はい、多くて、パーティーしてましたね。
回フロアよりはやはり物が少ないですね。そこは手術室とリハビリ室ですね。ここもまた右ずっと曲がりますね。遊びしてたんでしょう。多分これベッドが本に移動されました。変なことするね。部屋はそんな長く見ないですね。全部ちょっと短縮。これが音の音ですね。この部分を考えるとこの音が結構特徴的です。これが多分あれですね、10年前同じこと言ったんですね。私この雰囲気いいですね。本当に違いますね。33ですね。なぜか44になってます。ではでは、病院ならでの手術室行きましょう。まだですけど。あれ、私昨日ここ来たんですけど、なんか変わったように今感じた。温泉風ですね。未だにこの廃墟探索者には会ってないです。ちょっと残念です。ここは確かに閉まってます。未だに閉まってます。残念です。それも後で見ましょう。ここもまたすごい広い部屋で。
所的に多分開けようとして足を使った人がいます。昨日ライブ配信した時に開けてみたんですけどダメでした。ここは手術室のエリアです。ちょっと中央から一回通りましょう。自分のライトが強くて、おい、ちょっと回ります。では手術室へ行きましょう。これも初めて来た時に1年前相当破壊されてます。比べるとなもっともっと綺麗でした、ある意味ね。手術室ですから静かかわかんないんですけど、音は全く聞こえないです。では手術室 B を見ましょう。こんな感じです。ですね、素晴らしい。この部屋もちょっと細かく見ましょう。さっぱりわかりません。ここもこんな感じにはなってなかったんですね。もっと綺麗でした。残念です。ではどんどん進みますね。隣の部屋、おそらく外科っていうんですかね、手術をする先生ってなんて言うんだっけ、外科医が着替えて準備するところだろう。なんかすごいことになってる。それでも臭くはないな。
するのですね。広いですよ、ま、比較的にですね。結構人の声が聞こえます。事件なんですか、ものすごく近くにいるように感じています。感じですね。ここは外から見えないですね。そう信じたい。すごい音します。プチプチって。1年前よくライトなしできましたね。さっき歩いてた人たちはここに来るかをちょっと見ましょう。まあ、ライト消しました。これですかね、はい、新しい人が来そうです。まあ、いや、ここバレちゃうので、室広いですね。人です。ちょっと様子見よう。完全に人。病院の中から聞こえたもん。
つけながら2階の方の探索を続けましょう。でさっきの部屋ですね。もうカラスとか電車とかいろんな音が聞こえます。どうですかね。ちょっとガラスが落ちるの怖いので、怖いじゃない、ね、とにかくいろんなものが置いてあります。例えば夜一人で来て、人いないのに急にこの音がしたらやばいでしょ。うわーって思うんでしょ。これで2回の終わりです。早速3回行きましょう。